selamat, Abe Kawamke. Kesenangan, sukses, victory. そうですね、昨日と比べるとそのなんだろう、2人とも噛み合ってきていい感じになって、しかも自分のサービスにキープを確実にできてたのが良かったポイントかなと思います。はい、ほぼ同じになっちゃうな。そうですね、昨日よりその合ってる、噛み合ってる感じをが出てきて、で、まあ、セカンドファーストセットは本当にまあ、変なミスもなくいい感じに終わることができて、セカンドセット、流れが悪くなってしまった場面もあったんですけど、そこをなんとか抑えて自分たちから取り切ってっていう感じで2セットで終わらせられたのがすごい良かったかなと思います。さあ作戦はないないけど、感覚で自分たちで動いてって感じで、それがうまくハマった試合だったかなと思います。明日は2人ともトリッキーなあのプレイヤーなので、まあ、冷静にできたらいいかなと思います。ここまで来てる流れを止めないように、まずは自分たちのやることをしっかり意識して、最後まで諦めずにやりたいと思います。対戦相手のイメージはどんな感じですか？イメージえ、マジ何でもできる、なんかいろんなことやってくる、スーパープレイ、いろんな、そうです。2人ともなんかどっちが前得意とか後ろがうまいとかじゃなくて、2人どの陣形でも結構強いので、そこをどうやって崩せるかっていうのがポイントになるかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。明日も頑張ってください。ありがとうございます。